続いては春のワルツですね。もう春は過ぎ去りましたが、はい、もう夏へ向かっているところですが、春のワルツですね。この曲はあれですね、爽やかっていうか、なんか華やかな、そうなんかのどかな、うんうんうん、千奈佐道先生にもこれレコーディングで撮って後に、うん、みんなで確認で聞くんですよ、集まって、うんうんうん、その時にお前たちこれ気持ちよく歌ってるな、うん、気持ちよさそうだなって言ってくれたのが私印象的で、うんうんうん、言ってくれました。とっても嬉しかったですね、うん、このアルバムを出すにあたって練習したあの曲だったので、うんうんうん、結構時間かかるかなって思ってたんですよ、うんうん、けど、うん、そう言ってもらえたのは、うん、私的にはとっても嬉しかった一曲ですね。やすこ先生のおかげですね。そうですね、確かに。やすこ先生がね優雅に歌ってねっていう風に言われて、それをみんなで意識して、うん、そうなんかワルツっていうのもあるからさ、歌っててもだけどさ、目つぶったりして聞いたらさ、うん、あ、すいません、妄想が得意なものでしてすいません、あの目をつぶって聞くとなんだ、ほんと一本道、山奥、なんだろう、春のお花がたくさん咲いてて、うんうん、もう木々ってもう自然がすごくて一本道なんですよ。ただ一本道をスキップして歩いてるのが自分は浮かぶんですよ、うん、どうでしょうか、うん、皆さん浮かぶんですよね、自分はもう。なんかね、分かる、なんかずんちゃっちゃー、そう、やってそうなんですよ。ワンピースとか着てる女の子いそういそうね、分かる、いそう、じゃあもう、や、ぜひそういう感じで、フランフランって、でもそうふわっとしたワンピースっていうのが浮かぶんですよね。ほんと、あんな暑くても春の気分になれます、うん、この曲、ほんとに涼しげ、うん、そうだから春が好きな人はぜひ寒い時とか暑い時にこの曲を聴きながら目をつぶってやってみたら春の気分が味わえるのではと私は思っているのですがどうですかねよかったらおすすめですね、こちらは。うん、この龍琴がめっちゃ好きです。ずっと言ってるんですけど本当にあの永遠リピートして聴いてるぐらい、ここの部分だけあれぐらい好きで、もう見たい、ここでなんかのどかな気持ちがさらになんか広がるっていうか、なんか豪華だよねこの歌。そうでもやってる姿あまり美しくないんです。なんか値段にしたらさ高そう、うん、値段で表したら高そう春のワルツでした。お、ロックですね。ガラッと変わりますね。コザ、はい、っていう曲です。この曲は歌を始める時に不良になって歌えよって砂先生に言われて、ならなきゃと思って自分が速攻書いたのがテキーラ10杯生き飲みって書いてある、タバコ100本吸う、車ぶつけるってタバコ100本吸うテキーラ10杯生き飲み、タバコ10本、車ぶつける勢いで歌えって自分で書いてます。どんな気分かわからないけど書いてます自分の中での不良、そう、自分の中での不良のイメージがこんなかなと思いながら不良のイメージがっていうイメージで、そんな感じかなと思って、もうちょっとイメージもう5箱、タバコ5箱カートンカートンで、な勢いって書かれてたんですよねそんな勢いがあるかななんかタバコ5箱ってウケるのなんかちょっちゅうな、めっちゃ100本って言ったらすごいけど必要に量みたいな、ワンカートンでいい、ワンカートン書いてあるな、もう本当にロック。はい、うん、コザっていうのが、うん、沖縄本島中部に沖縄市というところがあるんですけど、うん、ここが、コザ市、旧コザ市だったんですね。で、今でもコザと呼び親しまれている町なんですけど、ここはもう今でいう北谷町の美浜アメリカンビレッジがあるところとか、今の国際通りよりもとっても栄えていた町だったらしくて、このコザはどこに行ったんだ、今はもうシャッター街になって寂しい町になっている、あの時のコザはどこに行ったんだっていう、そういう怒りがこもった曲ですね。なので先生も不良になりきれと、うん、タバコ5箱5箱
これ一発撮りでしたね、はい、うん、そうでしたね。どこへいいたのところだけ撮り直したそうですね。一発撮りだったら何でも書かれてないですそこまで書いて私は昔のにそのまま上から書いてるからさ、うん、結構書かれてはいるけど、どれが昔のでどれが今書いたのかわからんわからんくなってる。あ、この曲ライブでもう島唄が再開して来た際には一緒に怒りを込めて講座パンチとね、私たちとできますので、一緒にヘナチョコパンチだったらあのもう一回 やらされますからね、はい、ナギネが厳しいんで、うん、ダメ、不良が出てきてないって、はい、やらされますから、はい、はい、不良担当なんで、なんでやねん講座講座、はい、続きまして